ございます。今日も走っていきたいと思います。なんか懐かしくないですか。そうなんですね、今日はちょっと、8時から、ベア代表のハードワーカーとねちょっとまあ話がありまして、まあ来ました。で、まあ一応8時面談時間なんですけども、ちょっと早く来て走ろうかなと思いまして、現在ちょっと早く来すぎて7時ですね。まあ7時スタートの今日の始まりなんですけども、まあいろいろありましてちょっとね、まあハードワーカーと会わないといけないということになりました。まあちょっと今日話をねしっかりしてからまたここでも話をしたいと思います。で昨日は、まあ久しぶりのジュニアやりまして、まあ晴山ジュニア練習会がスタートしました。で結局4人ですね、まあ、河内長野から、それから金岡の方から、そして枚方とか尼崎からというかベアで申し込んでくれた方がですね、まあ来てくれまして、最初1人かな2人かなっていう感じだったんですけど、まあ4人来てもらいましたね。でやっぱり普段何にも教えられてないのでほとんどね、ですからまあ楽しんで、あっという間の2時間だったっすよね。やっぱこう体のね動かし方がまだ分かってないので、その体の動かし方についてちょっとねトレーニングして、でその後まあ手出しやっていくんですけども、やっぱこうボールがねどんどん散っていきますんで、できるだけ散らないようにとは考えてるんですけども、まあ少しね隣のお客さんにも迷惑かけながらですが、まあ、でもあの高齢者の方々の集まりが約1時間ぐらいテニスやってたんですけど、まあ帰り際寄ってってお邪魔してすいませんでしたみたいな感じだったんで、いやもう全然いいですよ、もうちっちゃい子らがねみたいな言ってくれて、まあよかったなと思います。まあ、そんなこんなで球出ししたりラリーやってあげたりねして、まあ本当にあっという間に、普段あんなにやったことないと思うんですよね。まあちゃんとした練習というかね、だからみんな楽しんでやってくれてましたね。で注意してたのは、ただその闇雲に打ったらダメよっていう課題がやっぱりいくつかあるんで、まあその中でも昨日はね一つだけ、まあスイング安定させるための8の字のスイングを意識する子もいれば、打点がねとにかく近くなるんで足で距離感を
取るという、まあ、そういうこととか、あとはスイングの乱れがショットの乱れにつながったりするんで、まあ綺麗にねスイングするっていうか、フィニッシュまで、まあ、それをちょっとね最初に、だいたい手出ししたら何が課題か分かるんで、ただやっぱこう全体的にね全てが課題なんですけども、あれやこれやって言うと、まあ、そらわけ分からなくなってくるんで、まあそうじゃなくて、まあ一つ集中して練習すれば良くなってくるよみたいな話ね。で今日だけじゃなくて、まあ1週間とか2週間かけて同じことを考えてやれればいいよねっていうね。ただまあそれはその辺のクラブ行ったらね、気づいたことをとにかくどんどん言っていくんで、合ってるんですけど、言ってることを指摘してることは合ってるんですけど、あれやこれや言うたらもうできてないうちに次進まなあかんので、それがまあなかなかうまくならない要素になってるんですよね。まあ、そんな感じの練習をですね、まあ、本当に基本に徹底して、あんまり難しいこと言わないで、だからまあ最初ねこうパッと見た時よりは一瞬ちょっと良くなったような気がします。だからこっちが一生懸命やってあげればね、本当にこう入り込んで一生懸命みんなやってましたね昨日。だから少しずつこれからね人数が増えてきて、定期的にクルージュニアが増えてきたら、まあ、ちょっとこう挨拶しようなとか、礼儀って大事やでみたいなことが始まってくるんですけども、まあまだね、いきなり来ていろんなこと言われたらダメなんで、まずはテニスしっかり、習ってもらって、まあできたらチームね分けたら、昨日ぐらいまでやったらなんか大阪関西ジュニア出るぐらいの子が一人いて、でまあ部活支援で来てたあのトンチューの子が一人来てくれてましたね。まあどっかネオかどっかで習ってるみたいで、おお久しぶりやなみたいな感じになりまして、中学校2年生かな。あとは昨日のメンバーは中学2年それから小学6年そして、小学4年が2人合計4人ですね。まあ1人ねなんかこう引っ込み思案やなと思ったら、結構あれはこうやこれはあやみたいな感じで質問したり質問に答えたり、する子がいたり、でやっぱこう一人男の子はねなんかすごい頑張り屋さんで、こういう風にやってみって言ってできてないとやっぱこう涙目になってくるんですよね。
まあ、悔しいんでしょうか、それとも悔しいのかなと思ってたら、ちょっとなんか違う感じ、なんかこう自分のやりたいようにやりたかったんですかね、なんか強制的に変えられるのが嫌な子もやっぱいるんでね、まあ、どっちかなと思って見てたんですけども、多分ちょっと今はまだ変えられるのが嫌な感じでしたね。だからバックなんかは本当に丸みのあるこうフォームじゃなくてカクカクしてるんですけど、ね、まあ、それを指摘してするとちょっと涙目になるみたいな感じなんで、まあだからまずはフォアがね、フォアからしっかりできるようにやっていこうみたいな感じで、丸みのあるスイング上から引いてですね、まあでも最初の基本なんでしっかり学んどけば、ボールの当たる感覚とかコートにしっかり入るという感覚がついてきたら、ちょっとオリジナル入れてもいいのかなと思うんですけど、いきなりオリジナルでやるとね、変なフォームになるんで、なんか錦織選手が上からこう回してるか言ったら、そうじゃない時もあるんで、やっぱりね、まあ、あれは多分ライジングで合わそうと思うからああいうフォームになると思うんですけども、まあでも大抵のねこう選手はちょっとこう上から回すような感じのスイングしてるんで、まあ一応基本の部分は、基本的なところはね、ちょっとこうトップ選手に習いながら、ただまあトップ選手のね、まあ、打ち方だけじゃないんで、あれは全体なんでね、フィジカルも含めて、だからあんなショットが打てるんで、だからそこだけちょっとこう打ち方を変えれば打てるっていうもんじゃないですよね。もう体幹もあるしね、基礎的な体の作りとか日頃の鍛錬があるんで、頭では分かってるんですけど、そう簡単にはそれはできないですよね。でやっぱ体に馴染んでるんでね、今までのテニスがイメージはしてるんですけど、自分で動画見たらそうはなってないみたいな感じです。その辺が難しいところ、ちょっと今日はしれっとロングランの方に来てます。ちょっとなんかハーフやとすごい短く感じたんで、ちょっと知らぬ間にロングコースに来ています。これちょうど走り終わって着替えたらハードワーカーがね来る頃だと思うんで、まあ1時間ぐらいですね話して、まあちょっと今後の方向性が、まあもう自分の頭の中ではね、頭の中というか、まあ、こうした方がいいっていうのがあるんで、もうそれを言うだけなんですけど、まあちょっと今はまだ今日ちゃんと話してから、ハードワークからちゃんとね案内が行ってから話したいなと思います。
とは昨日ですね、まあちょっと LINE のやり取りをしてたんですけども、まあある超大手の、企業で働く、まあ、同期、そんなに親しくはないんですけども、まあでも会場であったらおおみたいな、元気かみたいな感じで話せる中の一人をですね、まあこの間の、同期会テニス大会行った時に、まあその大学とか学校は違うんですけども、ああしたらええやん、こうしたらええやんみたいな感じで言ってくれる人がいて、でまあその場でこの人つないで、この人つないでみたいな感じのことを言ってくれたんですよね。で、まあ、その中の一人に、本当にもうというか昔、担当してた会社なんですけど、まあそこのかなりね、偉くなってるらしいんですよね。だからその人を通じてというか、多分今から提案したいキーセクションの代表やと思うんですよね。まあなんかそんな話をしてたんで、まあ相談乗ってもらえませんかということで、で LINE した時はできることがあれば何でもやりますんで相談してくださいみたいな感じだったんで、これは心強いなと。でちょっと LINE で、まあこういうことを、まあ君の会社でやってもらいたい、やってもらいたいというか提案させてもらえる場所をちょっと作ってもらえないかという話をね、ちょっと持ちかけたんです。まあかなり難しいオーダーではあるけども、ちょっとこう試みてみましょうみたいな感じだったんで、まあまずはね、あの、まあ会ってもらうと、なんかそういう感じになると思います。積極的にこっちからこの部署の人、あの部署の人みたいな感じで呼んでもらって、で実際ねちょっとプレゼンをしたいなと感じています。まあこれはなかなかねハードルが高いんですけども、まあでもニーズはね十分あると思うんで、ちょっと気合い入れて10月中にね、ひょっとしたらできたら会えたらいいなと、会えたらというかそのプレゼンの会を、ね、設けてもらえるようにちょっと頑張ってみたいなと思います。全然ね間違った提案ではないので、あとはそれがニーズに合うかどうかだけですから、だから一つの大手企業はもうニーズがねバッチリなんで、あとはもう本当に多分社内倫理とかその辺やと思うんですよね。まあノアさんみたいな会長というか社長がノリノリの方やと、一つ返事社長がいいなぁ言うたらもう一気に行くんで、まあそういう感じだと思うんですよね。
いのは間違いないんですけども、まあその必要性とかね、あとはその企業の取り組みの中に組み込めるかが大事なんで、ただ1個入ったら実績というかね、評価につながるんで、ですから ちょっとやれるだけやってみたいなということですね。あと、まあ、グミはねもうそろそろ本当に配らないといけない、ちょっと今日グミを持ち帰って発送していきたいと思います。まあ全ワックでレッスンやられた方はね、ちょっとワックに何個か置いて順に渡していてくださいみたいな感じになると思うんですが、ただねちょっとサンプルというか物が足りてないので早く資金貯めて発注しないといけない。あ、ちょっとトイレしていこうかな、ここで我慢したらやばいんで、トイレします。今パッと時計見たらここに来るまで21分ぐらい、この辺で多分ショートぐらいなんですかね。だから普段ちょっとねハーフ、大体がハーフなんで、なかなかやっぱりねすぐにはいい話にならないんですよね。ふっと出てくるんですけども、結構時間かかったり、まあその間ねいろいろ焦ってプッシュしたいとこなんですけども、もうそこの一個話が進んでるところはね2回ぐらいメールして調整してくれてると思うんで、今はちょっと待ちっていうか我慢ですよね。まあ引き続きちょっと営業の方はかけていきたいので、まあ効率よくこう電話でしっかりアポ取ったりしながらですね、ちょっといろいろやっていきたいなと思います。あと、まあ昨日無事で練習会終わって、で最寄りの中学校ねの生徒をもし来れたら来てくださいみたいな、案内してみてくださいみたいな感じだったんですけど、やっぱこう学校、まあ、しょうがないんですけどもね、すごい慎重なんですよね。まあ何かあった時のことね考えてとか、だから例えばまあ、土曜日部活朝からやってるんですよね。だからまあパークラン一緒に走りませんかみたいな、部活の生徒一緒に走りませんかみたいなお誘いしてみたんですけども、まあそういうのが嫌いな子もねいるんでみたいな話、いやそれやったら
走りたい子もおるかもしれないので、まあ自主参加で参加した後にあのクラブをねちょっとやると。でああいう地域コミュニティってめっちゃなんかいいと思うんですよね。この間もちっちゃい男の子と女の子が来てて、女の子がなんかバレエの発表会があるみたいで、まあその前で走る前にちょっとこうバレエの発表会の案内をしておーみたいな感じになったりで、走ってる途中もみんながそのちっちゃい子供たちに頑張れよみたいな感じとかね、あと終わりのお手伝いなんかも積極的に子供が何番の番号札持ってる人いますかみたいな感じでやってるんで、そういう会っていいんですよね。応援してもらえるというかね。だからやっぱ原山中のコーラがバーッと一緒に走ることで、あテニス部なんやってなると思うんですよね。だからそういう文化がやっぱりまずないというかね。それを誰が抑えてるかって、まあ先生たちなんですよね。結局部活には来てるんで、そういうことやったらいいと思うんですけど、やっぱこう部活がしっかりしてこないと、なんて言うんでしょうかね、まあ部活はなくなる傾向にあるんですけども、体育会系の人材がやっぱ少なくなってくると思うんですよね。だからそれはすごい感じてて、なんか逆の方向に行ってるなみたいな感じですよね。確かに学校の先生大変やから地域移行する、でも地域移行するっても1回1000円の練習会がハードルが高いんですよね。じゃあどうせっていうのも、まあ結局でも塾にお金を払うことはできるんですけども、運動にお金を払うことができない。でも300人以上の従業員を抱える経営者1500人に聞いたら 60% は体育会系推しなんですよね。それがもう全然こう反映されてないというかね、まあ受験に踊らされているような感じはするんですけども、何のために受験するかより社会に出て働いたりするためですよね。で大半はやっぱりこう企業に就職するだと思うんですよね。でその企業も大手もあれば中小企業もありますし、そういう企業が何を求めてるかですよね。で今求められてるギャップがあるっていうのが分かってきたんで、会社が求める人材と例えばまあ社員がこういう風になっていきたいというのがギャップがあるんですよね。学びたい何かが、それを今埋められるサロンを作ろうとしてるんですけども、まあこの YouTube とねブログ見てもらってる方は分かると思うんですけども、サラリーマンとアスリートを組み合わせた
造語を作って、アスリーマンですね。でアスリーマンの IQ を高めていこうと、まあ、そういうサロンを作って、まあ、そのために何が必要かということをサロンで カリキュラムを展開していくわけですよね。まあ、とにかく就職活動って言って何したらいいかわからないんで、何をしとけばいいか、何かをする時間はあるんですけども、何しときゃいいねんっていう、ね、それがやっぱこう会社に入ってからしかわからないん で分かってることは、就職活動するときに ホームページ見て、まあ、大体会社の理念とか方針とか取り組みは分かってるんですよね。ただその取り組む時の実力がね、何があったらいいのかが分からない。久しぶりですね、パワースポットマウンテン。まあ、いい話もあれば、もうがっかりするような話もね、やっぱあるんで、もうこれはちょっとね、これが山あり谷ありかって感じです。ランはやっぱり32分とかで、まあ、35分までいかないぐらいですよね。もうあのパークランはね、本当にあんまりしんどい。あれはでももう年齢結構高い方にも抜かれたりしてるんで、すごいですよね。普段からちゃんと走ったりしてるんでしょうね。自分も普段走ってるんですけどね、まあ、全然そのこのスピードとパークランのスピードは全然違うんで、とにかくちょっとねこれ汗がやばいんで、まあまだ多分ハードワークは来てないと思うんですけど、ちょっとシャワー借りるかして着替えないといけませんね。よし、あ、来てるな。
ハードワーカー来てましたね。このままいっか。ということで、ちょっとハードワーカー来てるんで、もうこのままちょっと汗だくの感じで、ということで、これからねちょっと、話がありますんで、今日もまあ一日いろいろ面談があったりね、アポ取ったりしないといけないので頑張っていきたいと思います。それでは。